はい、よろしいでしょうか。それでは私の方から冒頭一点申し上げたいと思います。与党の税制協議が今日未明に決着、大筋決着をいたしました。今日それぞれ党内手続きを経て最終的な合意に至るものと思います。焦点でありました消費税引き上げ 10% の時に軽減税率を導入せよという我が党の主張でありましたけれども、これについては最終的に軽減税率制度を 10% 時に導入するということが明確に合意されました。そして制度設計の詳細について結論を得て、平成26年12月に与党税制大綱で決定するということも明確にされたわけであります。国民の7割8割に上る軽減税率を支持する強い声を背景に、我々公明党の主張をこういう形で実現できたということは大きいと思っております。今後これらの制度設計についてさまざまな観点から協議を重ねて最終的な実施に結びつけてまいりたいと思います。私からは以上です。はい、どうぞ。はい、1月の大綱ではですね、10% 引き上げ時に目指すという、今回、10% 時というのは、その引き上げと同時に導入されたことが、不明確になっているということになっていますけれども、その点について、述べていたのか、どうかと思います。三党合意の時の基本的な考え方が 10% 引き上げ時ということで、与党になりましてからそうした取り決めを確認をして、今年の1月の与党大綱にそういう趣旨を書き込んだわけでありますけれども、今後 10% の法律で決められた時期について、総理がどういう判断をするか、時の政権がいつどういう判断をするかということは、今、根拠を持って述べられる人は誰もいません。そういう点で不確定な要素もあるということを配慮して、そうした決め方をしたものと理解をしております。ですから、いずれにしても 10%、を実現するときには軽減税率制度を導入するということを決めておくということが重要なことでありまして、そのための制度設計を来年12月には決定をするということが極めて重要なことだと思います。 10% の判断はこれは時の政権、つまり総理、内閣が決めることになると、そこは与党で今あらかじめ縛らないということであります。確認なんですけれども、代表のこの受け止めというか、見解としては、はい、この合意をもって検討を進めて、はい、今法律上予定されているのは15年ですけども、もう少し大きい声で言っていただけますか。総理が、はい、10% の引き上げを、仮に今後決断した場合というのは、その段階で軽減税率が同時に導入されているというふうに、だから 10% の時期、決断の内容については今責任を持って言える人は誰もいませんので、ですから 10% の時に軽減税率を入れるということを明確にして、制度設計を準備して決めるという、決めておくということが大切だと。その後 10% をいつどういう形でやるかやらないかは、それは総理にお任せするということであります。はい、走るのはい、その関連なんですけど、はい、この当初の予定ではですね、公明党の念頭にあったのは、例えば税率とかですね、対象品目をある程度大まかな方向性で示したいということをおっしゃっていたと思うんですが、その点までは今回の対抗に盛り込むことはありませんでした。
そういった点では、その公明党が望んでた部分にも、やはりちょっと担保が一歩、まあ、若干遅れがあると思うんですけども、その点は大変どのようにまあ、ここの制度設計を来年12月に決めるということを決めたわけでありますから、その項目については目標をこれも決めてあるわけですね。例えば今言ったような対象とかですね、あるいは事務的な手続きのあり方とか、まあ、そういったことを含めて決めるということでありますから、そこはこれまでの協議の経緯を踏まえてということになるでありましょうから、いずれにしても制度設計をして12月に決めるということでありますから、その点ではこれまでの協議主張というのは生かされていくと、このように考えております。もう一点、今の法律上ですと一応まだ15年再来年の10月に 10% いただけることがあるんですけど、はい、来年の税制大綱にその制度設計を決めると、はい、この要は、半年後、まあ、要は10ヶ月後ぐらいまでに実際に導入することはタイムスケジュールで大分可能だと思いますか。まあ、これは方向性、制度設計の詳細が決まれば私は可能だと思っております。それが可能となるように国民の理解、あるいは事務負担を負う人たちの理解を得るように努力をするということであります。はい、関連でお伺いします。はい、10% 時に導入するという、まあ、その前提の前段階のところで必要な財源を確保するという文言が入っているんですけども、これは従来公明党としては低所得者対策もその、まあ、消費税 10% の中に含まれているという状況を紹介していただくんですが、これはその消費税の増収分の外からもできるのか中なのかというのは、まあ、ちょっと明確には読み取れない形になっているかなと思います。これまあ、これは一般的な考え方を確認したものでだと理解をしております。社会保障の財源というのは消費税のみならず、さまざまな観点から調達するものでありますから、まあ、そういう意味での絶えずそうした財源については検討していくという精神を述べたものだとこう受け止めております。はい、関係事業者も含む国民の理解を得た上でご理解を、世論の支持は7割、8割と言っていたと、はい、一方で関係団体の方がですね、導入に反対する声が強いんですけど、この辺にですね、溝というか温度差をですね、代表自身どのように入れていけばいいか。まあ、ここは納税事務を実際に担う事業者の方々はその事務の内容については非常に関心が高いと思います。であればこそ軽減税率についても今まで慎重な意見をおっしゃるところも多かったわけですね。しかし公明党の実務的な考え方を申し上げて、そうしたヒアリングをも行った経過から考えますと、この公明党の主張、事務的な主張、つまり請求書を保存して帳簿方式によるといった従来の実務を基本にした考え方、これについては一定程度理解を得られたものと思っております。財務省当局もそれは可能だという認識を示していると思います。そういった点が丁寧に説明をされていけば、その過大な今までヨーロッパのインボイス方式で想定していたような過大な事務負担ではなくなるということで決着をしていけば、かなりの理解を得られると思います。まあ、そうした点でその納税実務を担う方々への配慮ということは当然検討していかなければならないことでありますが、しかしそういう方々もその国民の大きな支持を否定するということではないと思います。またヒアリングを受けた団体の中には、
そうした事務負担は覚悟の上で国民の望む軽減税率導入を支持する方々もいらっしゃいました。はい、税金通報法のことなんですけれども、はい、石破自民党の石破幹事長が昨日の日本記者クラブでの講演で、税金通報報道機関が取得した際にそれを報じることに疑問を提出されました。で、今日のラジオ番組でも同じように報道機関が秘密情報を報じることに疑問を提出発言したんですけれども、代表は公明党としては報道の自由とか知る権利の担保というのを修正協議の中で強調されていたと思いますが、税金通報を取得した報道機関がそれを報道することについてはどうお考えですか。まあ、それは前提がよく分かりません。趣旨も分かりませんからコメントできません。特定秘密保護法で決めたことは違法ではない、著しく不当ではない、取材活動は罰しないということですから、そうしたルールの下で得た情報を報道するのは自由だと、それが基本であります。はい、見直しによって国際競争開発なんかや参加中、コストダウンというのに点を語られている一方で、第三国への技術流出なんかの懸念も語られている中で、この、まあ、技術情報、金融政策を続けてきたことの国間、これをどう捉えていらっしゃるか。まあ、これは長い間、我が国で取られてきたルールというものがあるわけですので、これまで取られてきたその政策をきちんと評価し、それを踏まえていくということがまず基本として重要だと思います。しかしながら防衛費予算上の財政上の制約があり、そしてまた高い新しい武器、高度な武器であればあるほど高い調達コストがいるということになり、またある程度の防衛産業の技術的な基盤、産業の基盤ということも確保しなければならないと、まあ、こういった点を考えると国際共同開発ということは前向きに考えていいと。しかし今までのルールとの中でそれらがどこで調和するか、それは適切な管理、厳格な審査などをしっかりと確保した上で、このこれまでの原則の基本というものがきちんと保たれるような努力が必要だと思います。今までは一律形式的に武器を輸出を禁止するという中で例外的な解除を個別に官房長官談話のような形で考えてきたということでありますが、もう少し今言ったような要因を考えながら今後の在り方をルール化するということは検討していいことだと思っております。はい、はい、そうよくもう少し大きい声でいい。はい、そこは分かりました。うん、はい、うん、これは総理がやはり公明党の主張は国民の高い、支持を背景にしたものだということをよくご認識いただいていたと思います。そういう主張であるということを配慮して、与党特に自民党の税調の責任者にもそれなりの支持を与えていたと報道されておりました。
ですからそういう点で我々はその国民の支持をもとに軽減税率の必要性、また今後制度設計にあたっての重要なポイント等を主張していったということであります。一方で総理が判断すべきその 10% の引き上げの是非時期等については与党があらかじめ軽減税率の制度等をもって制約することはしないという配慮も重要だったわけでありますね。そうした点での総理の配慮の下での与党の協議というのは政党間の主張はあったと、主張の違いはもちろんいろいろありましたけれども、しかし対極的にはそうした双方の大きな理解のもとに合意ができたと思っておりますので、こうしたその激しいぶつかり合いの議論で合意を作り出すということは第一次の連立政権の時も多々ありましたから、それは健全な連立政権の運営のあり方の一つだとこう捉えております。今後も国民の期待する優先順位の高い政策について議論を尽くしながら、その国民の期待に応えてまいりたいと、連立政権として応えてまいりたいと思っております。はい、先ほどの質問の繰り返しになるんですけど、先ほどの財源問題で、はい、中か外かという話、領収分から当てるのかどうかということについて、その一般的なことを、対策、不正者に漏れたものだというお発言がありましたけれども、同意文書の中では、一体改革の原点に立って必要な財源を確保したという表現がありまして、その原点というのは、どういうのかは、あるのかもしれませんけれども、その社会保障の自立安定化と財政再建の両立というのが、社会の一体改革の原点に当たると思うんですけれども、その代表の増収分のその中から財源を確保するということについて、どういうふうにお考えなのかというのがまず、そんなことは法律にもどこにも書いてないことですね。ですから大事なことは国民の理解を得て、その上でこの消費税引き上げに不可欠な低所得者対策をどう何を選択をして決定していくかということが大事なんであって、その低所得者対策の選択肢として軽減税率が盛られていたわけであります。かたや給付付き税額控除ということも盛られていたわけであります。そういう中で、簡素な給付措置というのは暫定的な臨時的な措置ですから、これはメインではありません。そうした中で最終的に軽減税率が選択をされたということであります。消費税は社会保障に充てるという目的税ではありますけれども、社会保障の財源は消費税だけではもちろんありません。そうした意味で幅広く税収の動向や経済状況やそうしたものも勘案しながら今後検討していくという当然のことを確認したと、こう理解をしております。先ほどヒアリングなどを通じて、公明党の自民党の政府に関しては、理解を得たということで、その理解を得ている段階の中でも、その自民党は対応可能だと、それについて理解しているけれども、その 10% に引き上げると同時に、軽減税率を出られるのは、この負担が大きいと、ずらしてほしいという意見も聞かれたんですが、代表そのずらすという意見についてはどうですか。いや、そんなことは今、決められないことですから。再三申し上げてますように、 10% をいつやるかやらないかというのはもう総理が決めることなんです。与党で決められることではありません。ですから我々としては制度設計にあたってまずは国民の理解を得るということであり、また納税実務を担う事業者の方々にはそうした負担が、当初ヨーロッパ型のインボイスと言われていたものよりも軽くなるように努めるということで臨んでいきたいということであります。それについては理解を得られつつあると
特にヒアリングを受けた団体の中では、まあヨーロッパ型のインボイス制度と比べれば2割程度かなと、このような認識を示された専門家団体もいらっしゃいましたから、その点は事務負担の軽減について丁寧に説明をしていくということで、さまざまな観点で配慮する議論をすべきだと思います。ちょっと別の勘繰りみたいな質問になっちゃうんですけれども、さっきの秘密保護法と の審議において、公明党だいぶ自民党と歩調を合わせてきたところで、その直後の今回の軽減税率の協議において、秘密保護法で歩調を合わせたことと、なんか、秘密は関連しないにせよ、何かその、関連があって、配慮があったり、そういうものを感じたりとかというやり取りがあったりした。全くありません。あなたが冒頭におっしゃった通りであります。ゲスの勘繰りとあなた自身が思ってるんでしょ、全くそういうやり取りはありません。はい、端的に1点だけ伺いますけども、軽減税率は税率 10% 以上されているということになりますけども、大統領としては FIFA の税率は何パーセントであるか。それは経済状況によって税収、あるいは消費水準によって税収がいろいろと変化しますので、今後の協議の中でそういった検討をしていくべきだと、このように思います。はい、最後のところ何？県本部はかねてからプロジェクトチームを作って、意見をまとめるということは聞いてまいりましたから、今後どうするかについてはまた報告はあると思います。我々は日米合意は国家間の合意として基本的に尊重すると。しかし沖縄の皆さんの理解を得る努力が必要だと、こういうことも言ってまいりました。ですからそこは沖縄の皆さんの声を踏まえて県本部はそれなりの検討してきているんだろうと思います。それをこちらが妨げるとか、あるいは強調するとかいう考えは持っておりません。いろいろご報告はあると思っております。はい、終わります。